あれ、あの人あんなところで一体何をやってるんだ？どこ？あの電波塔のところだよ。あの赤い服を着た女の人のこと？なんてジャンプ力なの！あれってもしかしてバラケン、顔見ちゃダメだ。なんで見ちゃダメなの？とにかく急いで帰るのだ。あれは人間じゃないのだ。間違いない、あれはアクロバティックサラサラだ。二人とも早く入って。ただいま。アクロバティックサラサラ知ってるよっていう君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。いや、しかし本当に危ないところだったな。アクロバティックサラサラは目が合うと不幸になるって言われてるんだ。目なんてなかったと思うけどな。ってなんでわかるんだよ。まさかパロン君顔を見ちゃったの？一瞬だけどこっちを振り返ってたような。それが何か問題あった？いやいや、大ありだよ、大問題。こいつはまずいことになったぞ。そんな慌てなくてももう満点だよ。パナオ君、これから一体どうなっちゃうのだ？緊急速報みたいだね。こんな非常事態になんだよ。緊急速報です。本日未明より行方不明者が多発しています。目撃情報によると、犯人は赤い服を着ており、サラサラの黒髪に私の背が高い女性みたいです。警察関係者によると、その正体は眼球がなく、目が合うと不幸に遭う怪異、アクロバティックサラサラだと見て捜査している模様です。外出の際は注意してください。行方不明事件か。物騒な世の中だね。で、待って、今のってさっき家の前で見た女の人じゃないの？あれは人じゃなくてアクロバティックサラサラだよ。なんなのそのへんてこりんな名前は。異常なまでに身体能力が高く、目が合うとさらわれるって言われてる化け物だよ。おいら、目というか目のくぼみみたいなところと目が合っちゃったよ。合っちゃったよって、それはあちゃーなんだよ。それじゃあアクロバティックサラサラはパナオくんをさらいに来ちゃうってこと？っていうことは、もしかしておいらアクロバティックバラバラになるってこと？そうだね。アクロバティックサラサラの養子に引き取られたら、名字はアクロバティック、下の名前はバナバナってなるわけねえだろ。ならないか。ふざけてる場合じゃないよ。こうしちゃいられない。急いでセキュリティハウスを作らないと。そうだね、助けてよカッシーくん、マーちゃん。俺らアクロバティックの養子になりたくないよ。絶対離さないから助けて。わかったから、ちょっとそこいい？嫌だよ、離れたくないよ。なんか急に怖がりだしたのだ。おいらさらわれちゃうわ。いやいや、チェストの中にあるアイテムを確認したいんですけど。なんだそれなら早く言ってよ。やれやれ、本当に臆病なんだから。チェストの中には何があるかな。お、いろいろなアイテムがたくさん入ってるな。これだけあればなんとかなるかもしれないぞ。これで準備は OK だ。ゴーゴーポッピーン。よし、それじゃあ早速セキュリティハウスを作っていくぞ。作っていくぞって言っても、まず一体何をしたらいいのだ？アクロバティックサラサラは身体能力が高いから超高層タワーを作るんだよ。なるほど、それじゃあブロックを積んでいけばいいんだね。そういうことです。とにかく高く、とにかく高く積むんだよ。アクロバティックサラサラがとんでも届かないような高さにしないとね。言うか、アクロバティックサラサラすごく言いにくいな。略してあばらでいいかな。どう思う？あばらか。確かに言いやすいけど、なんだか怖さも減っちゃうね。あばらはさすがに略しすぎだからアクサラでどうかな。それもありだね。それに言いやすいのだ。それより一体どこまで高く積んだらいいのかな。できるだけ高く、限界高度ギリギリまで伸ばしていくんだ。こんなに高く積んで一体どうするの？次はここに広場を作っていくんだよ。このままだと足場が小さすぎて落ちたら終わりだもんね。で、いい感じの広場はできたけど、これからどうするの？この高層タワーにトラップを設置していくんだよ。なるほど、ってトラップを作るって言っても、こんな高さのところから一体どうやって降りるのだ？それはもちろんこのボートを使って降りるんだよ。さあ2人とも乗って乗って。よーし、ライド。スーパードッキング完了しました。っていうか、これ本当に大丈夫なの？大丈夫大丈夫、僕を信じて。この高さだし不安なのだ。それじゃあ行くぞ。ゴーゴーポッピーン。うわー、しかしし自分たちで作っといているもなんだけど、立派なタワーができたね。今までのセキュリティハウスとは全然形が違うけど、今から一体どうするの？ジャンプ台を屋上までつながるように作っていくぞ。ジャンプ台って一体何のために作るのだ？アクロバティックサラサラは身体能力が高くて追いつかれちゃうから、連結させて一気に飛び上がっていくっていう作戦なんだよ。最初にこんな感じで十字型に穴を掘っていきまして、中央と手前を2マス掘ったら粘着ピストンにスライム、レッドストーンに黒曜石をこんな感じで散りばめていって、間伐板を置けばこれで誰でも簡単ジャンプ台の完成だよ。わあ、すごそうだね。この間伐板とスライムブロックの中間に行くと、こんな感じで飛ぶことができるんだ。あとはこれと同じ要領で上に積み上げていけば、超高速でアクロバティックサラサラから逃げることができるはずなんだよ。それじゃあ早速作っていこうよ。よし、それじゃあはしごを使っていくから、2人ともついてきて。まるー、いい感じに出来上がったね。これがあれば素早く上に上がれるし、アクサラは追いついてこれないね。でも逃げてもすぐに屋上で捕まっちゃうんじゃない？そこでこのタワーの中間地点にトラップを作っていくんだよ。2人ともついてきてよ。ついてくよ。一生ついてくる。落ちたら落下ダメージ受けちゃうから気をつけてね。ああ、ビクビクしちゃう。だけどなんだかアトラクションみたいで楽しいね。楽しんでる場合じゃないよ。これね、こんなところまで来て一体どうするの？ここにはアクロバティックサラサラが追ってこれないように水流トラップを作っていくんだよ。水流でアクサラの動きを能力するってことだね。そういうことです。まずはこんな感じで穴を開けまして、ここにディスペンサーをはね、中に水入れバケツを入れたら、レバーをセット。これでよし。こんな感じで、セキュリティタワーをぐるっと一周囲っていくんだ。なるほど。でもこれじゃあ、アクサラの動きが遅くなるだけで、倒すことはできないんじゃない？確かに、水流を抜けたらまたジャンプして登ってきちゃうのだ。アクロバティックびちゃびちゃになるだけじゃん。アクロバティックびちゃびちゃになったところを狙って、ここに弓や連射機を作るんだよ。そしたら、アクロバティックブスブス。まずはレバーをこの辺りにハヌーンしまして、ここにレッドストーン回路を繋いでいくぞ。レッドストーンコンパレーターを置いたら、一周くるーっと回路を繋ぎまして、減産モードオン。あとはここに繋がるように、ディスペンサーをこの辺りにハヌーン、ハヌーンと、中に弓矢を入れたら、アクロバティックサラサラをブスブスにする最強の弓矢連射機の完成だよ。なるほど。これならいくら動きが速くても、避けることはできなさそうだね。でも、弓矢が全部当たるとは限らないし、倒さないとまた追ってくるんじゃない？アクサラがゆっくりとダメージを受けている間に、僕たちはもう一度上を目指すんだよ。上に行ってどうするの？まあいいからいいから、二人ともついてきて。これね、ついてきたけど、一体どうするの？おそらくなんだけど、弓矢連射機だとアクサラは倒せない。で、それじゃあ意味ないじゃん！そう、意味ないんだよ。だからここにさらに弱らせるために、マグマトラップを仕掛けていくんだよ。なるほど。アクロバティックラバラバにするってことだね。そういうことです。だけどそのマグマトラップはどうやって作るのだ？さっきの水流トラップと同じ要領で作ればいいんだよ。それじゃあ早速作ってくよ。さすがのアクサラもマグマを食らったらやけどだけじゃ済まないんじゃないのかな。それにどの方向からもマグマが降りてくるから、どこに逃げたって無駄なのだ。アクサラを真っ赤っかにしてあげようよ。手元から真っ赤だったか。これならアクサラもイチコロだね。いや、だけど何が起こるかは分からないし、念には念を入れて TNT のトラップを仕掛けていこうよ。まる、それはまたここに作るの？アクサラがマグマから出てきたところを狙うために、もう一度上に上がっていくぞ。それじゃあ早速 TNT のトラップを作っていこうよ。その TNT トラップはどうやって作るの？作り方はさっきの弓矢連射機と同じように、レッドストーン回路でクロック回路を組んでいきまして、ここに繋がるようにディスペンサーを下向きに設置。あとは中に TNT を入れたら、落下式 TNT トラップの完成だよ。それじゃあこれをまた4方向につけていけばいいってことだね。そういうことです。これでアクロバティックサラサラはアクロバティック爆発になるっていうことさ。ちょっとイントネーションが違うかもしれないな。ダメだったか。どっちかというとアクロバティックバンバンかな。いや、それを言うならアクロバティックドカドカなのだ。どっちでもいいよ。時間ないんだから急ぐよ。いやー、しかしここまでしたらさすがのアクロバティックサラサラもコッパみじんに近いだろうね。だね、燃やされるだけじゃなくて爆発まで起きるんだから。もうなんて恐ろしいトラップなのだ。胸も触ってきたらどうするの？アクロバティックサラサラは身体能力が高いから、これで倒せるかはわからないけど、万が一の時のために、屋上の広場に守護神ゴーレムを大量召喚して、守ってもらうんだよ。それじゃあ早速、守護神の準備しときますか。こんな感じで、鉄ブロックを積んでって。いい感じだね。これぐらいいたら大丈夫かな。もっといっぱい置いちゃう。守護神ゴーレムは最強だからな。1体だけでも頼りになるのに4体もいたらさすがにアクサラも手出しできないんじゃないの。それじゃあこれでセキュリティタワーは完璧だね。ちょっと待てよ。どうしたの？とっておきの極めつけのトラップはここからなんだよ。一体何をするっていうのだ？まずは一マス掘りまして粘着ピストンはね。ここにレバーでいいのかな。ナイスバラケン。あとはここに繋がるように看板を設置してっと。あとはバレないようにカーペットでカモフラージュしていけば。落とし穴ができてきたね。これバレちゃうかもしれないな。まあゴーレムに気を取られてそれどころじゃないんじゃないのかな。しかしここでは終わりません。ダメ押しのトラップも用意するぞ。まだトラップ作るの？こんなにトラップ作ったのに他に何をするっていうの？もしかしたらアクサラが下に落ちていっても生きてるかもしれないから、この音落とし穴の真下に向かって火炎放射器を作っておくんだよ。なんとか火炎放射器もできたけど、これじゃ下に降りられなくなるんじゃない？きっと火炎放射器のせいで火の海になってると思うし、ボートじゃ危なそうだよね。確かに、もしアクサラを倒しても私たちここで暮らさないといけなくなっちゃうよ。そこで脱出用にトロッコ、レール、ブロックをジェットコースター上に地上からここまで連結してくるんだよ。そうすれば安心安全かつ迅速に降りることができる。なるほど。ってことはまた一から登ってこないといけないんだね。そういうことです。レッツライド。上がったり降りたり大変なのだ。それじゃあ行きますよ。ゴーゴーポッピース。何回降りたら気が済むの？またか。なんとか今までレールを引いてこれたね。もう十分なほどトラップは作ったし、あとはゆっくりお家で休みますか。そうしたいのは山々なんだけども、万が一追ってきた時のためにここにゴールのネザーゲートを作っておこう。ネザーゲート？必要はないと思うし、使う時が来るとは思えないんだけどね。念には念を入れておくってわけさ。まあやりすぎて困ることはないもんね。さすがにここまでやったらアクサラとさよならできそうだね。一応作ってはいるけど、こんなところまでは来ないとは思うけどね。とりあえずこれでもう完成かな。そうだね。あとはここにチェストを置いて中に火打ち石を入れておくぞ。いざという時は頼むぞバラケン。任しといてよ。それじゃ早速学校に帰りますか。学校までの道のりは遠いな。何やってるの？早く早く。そっちから戻ったらまた上から下に戻らんといけんやろかい。こっちから歩いて学校行くのだ。ああそうだったね。ちょっと痛い思いするだけで終わっちゃったよ。しかし来ないね。バナオくん、目があったっていうの勘違いだったんじゃないの？その可能性もあるね。だけど来ないなら安心なのだ。ほんとなあちゃん、変な笑い方するな。いや今のは私じゃないのだ。まあちゃん笑えないからやめてよ。ではアクロバティックサラサラだ。史上最悪の鬼ごっこの始まりだな。鬼ごっこはプロだから負けないよ。そんなプロはないからとにかく急いでジャンプ台に向かうのだ。よしついてきな。できた。怖い。狙いはバラオ君君だ。怖くて震えろ。なんとか第1ポイントまでたどり着いたよ。カシー君は上がってきてないけど水放出する。待って、ちょっと待って。ダメか。アクサラの様子はどうなってる？下で登ってこようとしてるね。なんてジャンプ力なんだ。バラ君、お願いします。まずい。スイッチオン。どうなったアクサラが水流に飲まれていったぞ。よしよし、いいぞ。完全にアクサラの動きを封じた。第2のトラップお願いします。弓矢連射機発射。アクサラの様子はどうなってる？水流でめちゃくちゃスローになった弓矢を食らってるね。ダメージを受けてるのに上がってこようとするなんて恐ろしいんだ。ダメだ、倒しきれなかったぞ。次のトラップへ向かおう。そうだね。よし、それじゃあ上に上がっていくよ。急いで上に行かないと。ああ、なんて執念深いの。狙いはバナー君、君だ。さらわれないようにとにかく上に逃げるんだ。第2ポイント到着。レバー引くよ。ってバカやろ、それマグマじゃねえか。死んじゃう死んじゃう。一体何を考えてるんだ、バナー君は。だってカッシー君が落とすんだよ。それは悪かったけど、レバーを引くのだけは勘弁してくださいよ。そんなことより、アクサラの様子はどうなってるのかな。どれどれってまずいぞ。もう第1ポイントまで来てる。よし、マグマセキュリティハルー。これで安心そうだね。アクサラは一体どうなってるんだろう。笑いながらマグマの中に突っ込んでいったぞ。なんて恐ろしいんだ。うわ、ニコニコしながらマグマは上がってきてるね。まるでスフリウムように登ってきてるのだ。クラウどころかマグマエレベーターじゃん。まずいよ、このままじゃ追いつかれちゃう。一気に上がってくよ。早く次のトラップのところまで行かないと。バナー君、レバーだけは引かないようにお願いしますね。よし、気をつけるよ。危ねえ。なんとか上まで上がることができたぞ。アクサの様子は一体どうなってるかな。ってはみるみるマグマから上がってきてるね。バナー君、スイッチお願いします。よし、 TNT スイッチハヌー。様子はどう。やった、直撃したぞ。ってうんがりしてるね。あの TNT が効いてないなんて。笑ってんじゃねえよ。悔しいよ。カッシー君のトラップが効かないなんて、そんなことより早く上がらないと追いつかれちゃうよ。今すぐにでも飛んできそうな話題だったのだ。ああ、とにかく急がないと。まずい、屋上まで結構遠いのだ。だけど屋上まで行けば最強の守護神たちが僕たちを守ってくれるはずだ。とにかく落ちないように気をつけながら最速で上がらないと。二人とも作戦は覚えてる。アクサラを中央になるだけ引きつけておびき寄せたところでレバーを引くんだよ。覚えてる覚えてる。本当か。任しといてね。屋上に着いたよ。怖かった。完全に近づいてきてる声がしてたもんね。でもアクサラが追いついてきたよ。バナー君、マーちゃんお願いします。早く守護神ゴーレムを召喚しないと。私たちまで目が合っちゃってるし、まずい状況だよ。頑張れゴーレム。よし、やってやって。一気にゴーレムさんたちが倒されちゃった。こうなったら最終手段だ。僕がおとりになるからバナー君お願いします。よーし、任しといて。二人とも気をつけて。やった、アクサルが落ちていったぞ。火炎放射器も発射したのだ。一体アクサルの予想どうなってるのかな。危険で見えにくいね。だけどアクサルの姿はもう見えなくなってるぞ。ああ、それじゃあさっさと穴を塞いで今のうちに逃げようよ。その手があったか。怖すぎるし、塞いだ後にトラップで逃げたらさすがのアクサルも追いついてこれないでしょう。悪霊退散。これで安心なのだ。だけど気を抜くにはまだ早いぞ。急いでトロッコに乗り込もう。そうだね。ハヌーライドー。ハヌーハヌーライドー。ヤッホー。アクサラも封印できて気分がいいね。あれだけやっとけばアクサラももう出てくることはないでしょう。やっぱり僕たちが作るセキュリティハウスは最強だな。ってなんか聞こえなかった？セキュリティタワーが崩れた？もしかして今の声って。うわあ、アクサラが飛び跳ねてるね。封印できてなかったんだ。あれだけの攻撃を食らったのにどれだけ強いの。それにこっちに走ってきてない？本当だ、レールの上を走ったり飛んだりしてるよ。ああ、それにどんどん追いついてきてるね。ジャンプ力だけじゃなくて足もめちゃくちゃ速いじゃん。バカだ、これはパワードレール付きのトロッコだぞ。そんなに足速かったらジェットコースターいらないじゃん。なんて楽しいの。ってことはアクロバティックビュンビュンだったってことか。だけどまずいぞ、このままだと本当に僕たち追いつかれちゃうよ。ジェットコースターこれ以上速くならないの。これが最高速度マックスなんだ。ああ、終わっただね。諦めるにはまだ早いぞ。アクサラの様子はどうなってる？ああ、飛び降りてきたね。それにこっちに向かってきてるよ。バナー君お願いします。ジェットからあれを取らないと。邪魔になるものを排除よし、着火するよ。アクサルはどうなってる？わあ、アクサルがこっちに来てる。ホールインワン。よーし、今のうちに黒曜石を壊すよ。ああ、なんとか助かったね。マナオくんがツルハシを持ってなかったら終わってたよ。助かったのだ。いやー、しっかしアクサラ相手にアクセクしちゃったね。それにアクサラを倒すまでのサクセスストーリーも。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくねー。Twitter と Instagram もあるのだ。秘密基地にも遊びに来てくれよな。